いつものプラヨショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年式ランドローバーディスカバリースポーツ SE を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、右ミラー複数箇所に飛び石、左右フロントドア複数箇所、左右リアドア複数箇所、左リアフェンダーに線傷、左リアドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約1万6000キロと低走行なお車です。外装色はサントリーニブラック、インテリアはブラックレザーが採用されております。ランドローバーのお車らしく重厚感あふれるエクステリアデザイン、上品なインテリアが魅力のディスカバリースポーツ SE でございます。こちらのお車に関しましては5プラス2シートパッケージが装備されており、3列目シートが追加され、より幅広い使い方ができる1台となっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は240馬力でございます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホールが装備されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。3列目シートが用意されておりますので、スペースこの分とはなりますが、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが装備されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードも用意されており、路面状況に応じて適切な走行モードをお選びいただくことができます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが使用感がございます。こちらのお車にはメリディアン製のスピーカーが装備されており、重厚感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2017年式ランドローバーディスカバリースポーツ SE を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万6000キロと低走行かつ内装面比較的良好なコンディションを保ったお車です。大人数でのご旅行など大活躍間違いなしのランドローバーディスカバリースポーツ SE でございます。こちらのお車に関しましては240馬力を発揮するエンジンと急速のオートマチックシフトにより、街乗りでもストレスなく走行していただける1台です。また純正のタッチスクリーン式ナビゲーションやクルーズコントロール、メリディアン製のスピーカーなど数多くの快適装備が備わった1台です。5プラス2シートパッケージが装備されたディスカバリースポーツ SE をお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。